どうもどうも、まさとです。はい、今日はですね、 Vlog の撮影テストということで車内からお送りしております。 GoPro がね、どういうような感じに撮影できるのかちょっと試すためにね、撮っております。これがね、うまくいけばですね、こういう風な動画が以後上がってくるかもしれません。そしてね、カメラ位置ね、いつもとちょっと変わっております。いつもはね、ガラスに貼り付けて、吸盤で貼り付けて撮影しているんですけれども、今回からダッシュボードに固定して撮影しております。それとですね、ちょっとね、今これ何回も撮り直しているんです。というのも GoPro がですね、やっぱ熱の影響かな、熱持っちゃって、それで停止しちゃうんですよね。で、何回も撮り直すということで、今なんとかギリギリ撮影できてるかなというふうな感じで、それのテストも兼ねてね、撮っているわけなんですけれども、ちょっと安定しないですね。はい、ということで今日はですね、12日に行われるオンライン飲み会、その材料、食材ですね、食材中華、おつまみを、購入するためにちょっと外へ出ております。それとあと欲しい本があるんでね、それをねゲットするためにちょっとお出かけということで、ついでにね Vlog のテストもしてしまおうということで、撮っております。なんとか撮影安定したかな。なぜ落ちたんだろうな。マイクロ SD の書き込みの兼ね合いもあるのかもしれないですね。これ前まではちょっと順調に撮ってたんですけれども、急に撮影始めたら、撮影中が喋り始めたら止まっちゃったというふうな感じなんですね。10分ぐらいは順調に撮れてたんですけれども、一体何が影響しているのか、まあ、その辺をテストしながらね、行きたいと思います。で、あと音声の方もね、これ GoPro の内蔵マイクで撮っております。今まではね、ピンマイク使って撮っているんですけれども、ちょっとお手軽にね、撮れるように、 Vlog がお手軽に撮れるようにということで、GoPro の内蔵マイクだけでやっております。どうなんでしょうね、ちゃんと音声の方聞こえてますかね。声が小さかったら多分編集で上げてるとは思うんですけれどもね。はい、ライライ系がここに映っているんですね。はい、本日の目的地イオンでございます。こちらにね、ちょっとなんかおつまみになるもの、あるかなと思って買い出しに来ました。ここはね、近くでもね、大きなところなんで、買い物をするには便利なところでございます。いつもはね、上の、雨降ったら嫌だなので、いつもは上の駐車場に停めるんですけれども、今回は撮影ということで、こちら下のね、地上のどっか、ここ止めたいな。はい、駐車します。ちょうどいいところ空いてたね。何これ、アルファードに囲まれてんのか。はい、到着です。はい、イオンでございます。こちらね、できた頃はね、よく、通っておりました。ここにはね、無印良品とかスターバックスとか入っているんで、ね、そこを利用するのにね、よく、仕事帰りとかに来ておりました。そしてね、なんといっても映画館があるんですよね。シネコンがあるん でイオンシネマなんですけれども、よくここできた時、連日連夜通ってですね、で会員になって、で初めて私がここで無料の鑑賞券
ゲットしたという場所でもあります。で最近はね、まあ、コロナの影響もあって、全然見に来れていないんですけれども、前はよく通っておりました。で今って何時上映してるんだろう、少ないだろうな、事故物件とかですね、あと弱虫ペダルか、あんまり見たいのは今やってないですね、まだね。はい、じゃあちょっと買い物行ってきます。はい、ということで買い物終了です。あとコンビニ寄らなきゃいけないんですけどね、まだちょっと小雨模様です。はい、戻ってまいりました。晴れてきたね。じゃあね、本日の購入品、ご覧いただきましょう。おつまみですね、まずね、おつまみか、先におつまみじゃなくて、はい、これガム、いつものガム、キシリトールね。でここから、週末のオンライン飲み会、12日のオンライン飲み会で、食べるおつまみね、買ってきました。はい、これね、スルメそうめんで、次これ、ミニマヨネーズイカで、次これがビールに合うんじゃないかな、ピーナッツ入り柿の種メキシカンチリ味ということで、辛いやつかな、これはビールに最高かもしれません。そしてちょっと目的のものをね、買ってまいりました。こちらビーバロの、昨日かな発売されたやつですね、これの付録につられて買っちゃいました。これはまた後ほど帰ってからね、開封したいと思います。はい、以上です。ということで、コンビニにもちょっとおつまみね買いに行きたいんで、セブンイレブンに行きます。近くのねセブンイレブンに行きます。近くにセブンイレブンあったと思うので、そちら行きますか。やっぱ行きにくい場所だったんじゃないかな、あそこね。何回かは利用したことはあるんですけれども、ではちょっと行ってきます。はい、購入してきました。まず買ったのがですね、こちらサムギョプサルですね、これ初めて食べるやつで、また次初めて食べるやつ、こちら厚切り牛カルビですね。さあどういうやつでしょうね、楽しみです。そしてセブンの、旨辛チキンですかね、それをちょっと買ってみました。どんな味なんでしょう、いつもはファミチキなんですけどね。はい、こちらですね、辛い赤色をしております。うん、あ、辛い、うん、ちょっと辛い、ピリ辛いですね。で、ちょっと肉厚があって、うん、食べ応えはありそうですね。ファミチキよりも肉厚あります。ただ大きさ、まあ、スパイシーチキンぐらいですかね、ファミマで言えばね。はい、うん、あ、だんだん辛くなってくる。うん、これは美味しいです。うん、これおすすめですね、これもおすすめですね。セブンイレブン、寄られたら、ぜひご購入して、ね、実際食べてみてください。この辛さちょっとハマるかな。うん、はい、ごちそうさまでした。口の中入ってるけどね、いるか、
それではね、次のお店へ行きたいと思います。おつまみ購入のはしごあります。